還暦とお誕生日おめでとう38年間お疲れ様。お疲れ様。これからスペシャルゲストをご用意して、60歳を記念して、動画もしていきたいと思います。はい、どうぞサプライズスタート。なんでりょうちゃんよう頑張ったね、定年まで。 Very nice、 素晴らしい、 Wonderful。 どうぞどうぞ。これからは自身の、やってみたいけどやれなかったことがもしあったらどんどん挑戦して楽しい時間をいっぱいいっぱい作ってください。それと同時に、ふみことあかねを大事にしてくださってありがとうございます。サックスです。感謝。それしかございません。また一緒に食事行きましょう、みんなでね。See you!60歳の誕生日、もうすぐです。おめでとうございます。60歳の定年まで一生懸命頑張ってくれて、ね、ちょっとありがとうございます。りょうちゃんがふみこと縁があって結婚されて、あかねのような立派な太陽を授かりまして、私の後の人生は本当おかげで充実した本当に30年でございました。本当に感謝に足りません。今後ともよろしくお願いします。りょうちゃんも今後長い人生、まだ30年はありますね。どうか楽しい人生を送ってください。頑張りましょう。終わりです。体調はどうですか？この量で。足の腫れはどう？足は綺麗に冷えました。あ、そうなんや。聞いたんですけど。あ、そっかそっかそっか。本当やね。よかったね。今は引いてる。しびれは取れんけど。あ、しびれがあるのか。よかった。よかったよ。じゃあ。というわけで、2021年12月20日、お父さん60歳おめでとう、イエーイ。はい、今回は60歳を記念してスペシャルゲストの方々でお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。本当に60年間ではない、私にとっては28年間ですが、いつも支え続けてきてくれて、本当にありがとう。これからも、美味しいものをたくさん作って、たくさん私に食べさせてください。これからもずっとよろしくお願いします。またみんなで旅行にでも行けたらいいなと思ってます。はい、じゃあ良い1年をお誕生日おめでとう。バイバーイ。